概念地図、または概念マップとは概念間の関係を示した図である。概念と概念をラベル付きの矢印で連結し、全体として上から下に分岐していく階層構造になっている。概念同士の連結は A は B を増大させる、A は B を引き起こす、A は B に必要とされている、A は B に寄与するといった関係を表している。概念地図法、または 概念マッピングは、様々な概念の関係を視覚化する技法である。概念マップの例概念地図法は、コーネル大学のジョセフ・ディ・ノバクラが1970年代に開発したもので、学生の科学的知識を表現する手段として、考案されたものであった。その後、各種教育のツールとして使われ、同時に、個人やチームの専門知識の表現方法として、 教育だけでなく企業や政府でも使われるようになっていった。概念地図は教育における構成主義が源流となっている。特に構成主義者は学習者が活発に知識を構成すると考えている。ノバクの概念地図はデイビッド・オーズベルの認知理論に基づくもので彼は新たな概念を学ぶには事前の知識が重要だとした。ノバクは6歳の生徒たちに 概念地図の作り方を教え、水って何とか、季節はどうしてあるのといった質問の答えを概念地図で表現させた。彼の著書ラーニングハウツーラーンの中で、ノバクは、有意味学習は、既存の認知構造への新たな概念と命題の同化に関係していると書いている。概念地図はアイデアを生み出す刺激として使われ。 想像力を促進する作用があると考えられている。例えば、ブレインストーミングでも概念地図が使われることがある。概念地図には特殊化したものが多いが、複雑なアイデアを伝達する手段として使われる。定型化された概念地図はソフトウェア設計で使われ、広く使われている統一モデリング言語の図の規定や書き方は概念地図に近い。概念地図法は、 オントロジー構築の第一段階と見ることもでき、形式的論証を柔軟に表現するのにも使える。概念地図は教育やビジネスの以下のような場面で広く使われている。概念地図法と似たようなものとしてマインドマッピングがある。これは放射状の階層と気構造に限定されることが多い。アイデアやプロセスや組織を視覚化する様々なスキーマや 技法の中でも、ノバクの概念地図法は、概念や概念で構成される命題を、知識構造と意味構築の中心に据えるという、哲学に基づいている点で得意である。知識は、脳内の宣言的記憶の上で動作する産物として、格納されているという実験結果がある。概念地図は、宣言的記憶システムの構成を反映するよう、構築されているので、 概念地図の作者と利用者にとって分かりやすい有意味学習が容易になる。概念地図は科学における有意味学習を強化するために開発された。よく書けた概念地図は明示的な絞りの質問で定義されるコンテキストフレーム内で成長するが、マインドマップは単に中央から放射状に伸びる枝があるだけということが多い。 概念地図法とマインドマッピングの別の違いは、マインドマップ作成時の速さと自発性である。マインドマップは、ある一つの主題についての考えを反映するもので、ブレインストーミングの叩き台に適している。概念地図は、現実のシステムや概念群の地図であり、システム的観点である。また、概念地図は、中心が、複数存在したり、連結されない。 概念群が共存したりといった自由な形式であるのに対してマインドマップは一つの中心から放射状に成長する。ありがとうございます。